まだナオくんにお誕生日会気づかれてないね。作戦その1、いい感じ。おお、プレゼントもバッチリ用意できたしな。作戦その2も超順調だぜ。プロデューサーさんにみんなのケーキや飲み物も準備してもらったし、あとはナオが手紙を見つけてラウンジに来るのを待つだけ。いつ来るかな。かわいいウサギさんの封筒にしたから、きっとすぐに見つけてくれるはず。ナオが来たら思いっきりクラッカー鳴らしてやるの、すっげー楽しみだぜ。シロウくん、今日のために将棋クラブまで行ってくれてたんだね。はあ、ナオが今まで知らなかったってことは、秘密にしてくれって約束守ってくれたんだな。みんないい人たちだから。僕も長い間お世話になってて、楽しく将棋ができる場所なんだ。おお、みんなたくさんお菓子をくれるし、また遊びに行ってやってもいいぜ。本当？じゃあ今度は僕とシロウくん、カノンくんの3人で行こうよ。将棋っていろんな遊び方があるんだね。カノンでもすぐにできちゃうのもあったし。そうだよ、将棋は指す以外にも遊べるんだよ。それを知ってもらえて嬉しいな。周り将棋よりも簡単なものもあるんだよ。例えば山崩しとか重ね将棋とか。へえ、そういえば他にもリバーシとかドミノみたいな遊び方もあるって聞いたな。よかったら今度みんなでやってみようか。ルールは僕が教えるよ。